はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、今日こちらでの最後のニュースは、インドネシアの高速鉄道か。これなんかもう本当だったら結構まあ、興味深い内容の話だったりするんですけど、今日はもうダメだな。なんだろう。どうせ日本助けてだろ、これ。あ、日本のマスコミが、ね、日本勢は関わりたくてももう関われないみたいな、日本ざまーみたいな体で書いてんだけど、何が逆だろう、ね、日本なんかこれ関わったらダメだろ、どう考えたって騙されてんだからさって思いますけど、そういう状況でもねえのかな。もう一回日本の方から頭下げてね、インドネシアと中国に騙される覚悟でもう一回アプローチするべきなの、これ。そうは思えねえけどな。まあいいや、ちょっと見ていきますかね。バラ色の未来が約束されたインドネシア高速鉄道どこが延伸計画、日本勢は関与することができない。別に関わらなくていいじゃんな。早くもバンドンから先、スラバヤまでの高速鉄道延伸が確実な情勢になってきたと。まあ、中国にやってもらえばいいじゃん、別に。高速鉄道はジャカルタ・バンドン間わずか142キロの区間に留めておくことはあまりにももったいない。今後のサラダの乗客の獲得収益化のためにも延伸は待ったなしであると。ただ現状そのたかだか142キロの区間でも全然なんか駅の場所もね、なんていうの、お客さんにとって不便らしいじゃん、立地からしてな。だからなんかあれだよな、所要時間、価格面から高速鉄道が圧倒的シェアを占め、さらなる乗客の獲得に成功するはずだとかって言ってるけど、で、すでに中国企画で建設されていることから中国式高速鉄道であることは変わらず、態度借款を基本とする日本の出る幕はほぼないと言える。いや、別にいいんじゃないのね、自業自得ってことで。だからまあ中京式で作っちゃったから、もう延伸で日本式っていうのは無理ですからね。だから最後まで中国式でやれよ。それでいいじゃん、別に。な。確か在来線で列車同士の衝突死亡事故が起きたばっかだったっけ。鉄道運行自体の安全性はまだまだ途上国のそれですよね。だから日本の普通、日本はだってもう本当ね、秒刻みでね、あのダイアグラムだってさ、ね、ほんのわずかでも遅れたらね、遅れちゃいました、すいませんっていう、あれがもう我々は普通の感覚ですけど、やっぱり世界中でそんなことやれてるのは日本だけですからね。だからやっぱりしょうがないんですよ。インドネシアがダメっていうよりも日本がちょっと常軌を逸してる。時間通りにね、基本ほとんど事故なく、新幹線なんてさらにそうじゃないですか。だからそれに慣れちゃってると、どうしてもなんかそれ以下ってもう全然みんなダメダメにしか見えないですけど、やっぱ世界中で、日本だけがちょっと飛び抜けて、おかしなレベルでちょっと完成されすぎちゃってるからしょうがないですよね。でそこに価値を見出せないっていうんだったらもうしょうがないじゃん、結局。なんつうか、あれですよね。だから高速鉄道だけ作っても、なんか、交通の便が良くないっすよね。だってその新幹線、高速鉄道の駅まで、じゃあみんなどうやって行くんだよって話になるじゃないですか。日本だったらだって、そうだな、例えばじゃあ僕が地元のね、埼玉に住んでたとしましょう、まだ。ね。普通に電車乗り継いで、ささっと新幹線、ね、東京駅に、まあ、品川でもいいですよ。行けますからね。特に。不便なく。だからその、全部ですよね。鉄道網っていうのかな。それがなんか、ないじゃん。ここは。だって街から10キロ離れたなんもねえところですよね。高速鉄道を走らしてる場所。だからそれをつなぐ環境がないことには、まあ、生かすことはできないんじゃないですか。だからその辺の制度設、ね、設計からさ、ちゃんと日本は考えてやってたわけでしょ。でもそれをね、唾吐いて蹴っ飛ばしたのはどこの誰だよって話じゃないですか。
まあいいんじゃないの。将来的に国産化ね、中京方式でも無理だと思いますよ。ね、完全に中京方式の鉄道になったおかげでね、まあ、逆に我々日本にとっちゃ日本が、まあね、無駄に巻き込まれる心配がなくなってよかったぐらいに思っときゃいいと思いますよ。国産化言うんだったら自前で開発してから言ってこいよって話だと思いますけどね。まあ人材育成もしてさ、投資もしてさ、ね、だって日本のこの新幹線ね、何年選手だと思ってんだよ。そんなたかだか数年でどうにかなるようなそんな代物じゃねえんだよ。ね、ずっとこれまでの積み重ねがあっての、だからこの辺がやっぱり分かんないんだろうな。これは中国も含めて。ただ敷きました、ね、早く走らせました、ウェーイって、でちょっと不都合なことがあったら埋めてなかったことにする、まあそんなんがいいっつんだったらそんなんがいいんじゃないの。やらしとけよ勝手に。ちなみに中国ご自慢の高速鉄道、来年赤字200兆ですよ。ね、10年経たず倍増ですよ。どうすか。ね、それでも中国式がいいっつんだったらね、勝手に一緒に沈んでけよって。はい、以上です。